3年の新島伊吹です。私の掲げる公約を話す前にみんなに少し聞いてもらいたいことがあるの。私はこの妖馬学園に入って本当に良かったと思ってる。あ、選挙のために行ってるんじゃないよ。新しい友達もできたし、まだ名前を知らない人ともライブを通じてつながっている気がするから、そんな風に思わせてくれたみんなに対して私は一体何ができるんだろうって考えたの。私たちを応援してくれるみんなに精一杯の恩返しがしたい。私たちフォトンメイデンのことを誇りに思ってもらいたい。だから私たちがピキピキよりすごいことを証明して、この学園の代表としてアビスメアに挑戦します。そして私たちの妖馬学園が世界で一番の学校だと証明してみせる。それが私の公約です。世界で一番なんてスケールの大きな公約でしょう。京子さんも顔負けのマイクパフォーマンスだね。目立ちすぎよ。じゃあ行こうかみんな。うん。